はい、えー、お知らせです。明日の19時20分、明日の19時20分ですね今年初の、えー、ドリームアカデミアのフォローアップ勉強会を開催いたします。今回のテーマはですね、えー、30万を稼ぐ情報ビジネスなんちゃらだったかな。まあ、その情報ビジネスで、まあ、どうやってその30万、えー、しっかりとがっつり稼いでいくのかっていう、その、うーん。 まあでも30万稼ぎればまああとはもう100万いけるんですけどねだからまあ今回はあのーまあ、100万いってない人うんまあいろんな講義ありますけども100万いっていない30万もいっていないでも30万いけば100万はいけるんですよ、まあ、な,ぜなぜならばこれ単価の問題なんで、うん、でこの単価の問題をどう上げていくのかとかそういう話だったりとかまあその0からうん5万10万30万ぐらいここの 5万、10万、30万あたり、どうやってその、今まで情報を販売したことがないのに、どうやってそのつ、作っていくのかっていう話をね、こうしていきますので、ぜひご期待ください。あとは2020年から、ババンはい、4K! <laughs> まあ、ライブ放送は 4K じゃないですけども、このね、2020年から、この、えー、ドリームアカデミアの講義は全部これで取っていきますんで、はい。4K ファイル、重いですよね <laughs>。 まあ、いらないと思うんですけどね。4K、元と、吉田さん 4K とそういうのじゃなくて、いや、求めてるのが稼げるか稼げないかそういうのことなんですよと。4K とはどうでもいいとは思うんですけど、<laughs> まあ、僕の気分ですね。まあ、リニューアルもしますから、あの、これ慎長もうほんとドリームアカデミアのためにこれ慎重しましたからね。はい。業務用です。業務用。あ、あとですね、えー、っと、その、オープニングも作りました。オープニングを作ったんで、その今後はオープニングも入れるようにします。 トリームアアカデミアのオープニングも作りました。はい、それも作ったんで今後これ 4K で編集したやつは、えー、ポータルサイトにアップする時に、えー、そのオープニング付きでいきますで過去のやつはまた精査してまあポータルサイトのデザインのリニューアルだったりとかまあその中身のリニューアルだとかもちょいちょいしていきますのでまあ量があるのでねちょっとねうん2月中には終わらしたいとこなんですけどももしかしたら伸びちゃうかもしれないです量が多いんでうんはい、まあ、そんな感じでえー まあ、ライブもやりますので、ライブで参加できる方はライブで参加していただいて、ご質問とあれば、あご質問にもうリアルタイムで受け付けますので。はい。ということで、明日の、えー、1月28日、1月28日、えー、火曜日の、えー、19時20分から、えー、毎月やってるフォローアップ勉強会、30万稼ぐ情報ビジネス、えー、の話をしますので、えー、よかったらご参加ください。では。